ミスミはロボワンを通じてものづくりの熱い思いを応援します。ミスミ、じゃあ続きましてセッション3、お待たせしました。ロボット遊園地の方、モーションの作り方、ドクターギーさんお願いします。はい、了解しました。ロボット遊園地のドクターギーです。よろしくお願いします。これからですね、この KHR3、 先ほど近藤さんもですね、セットアップの仕方を説明しておりましたが、ここからはですね、この KHR3 のモーションをね、初めてモーションを作りたい人のためにね、説明したいと思います。この KHR3 はですね、関節がですね、17個あるんですけども、17個のサーボを動かしてモーション作っていきます。やっぱりですね、二足歩行ロボットはですね、自分で自由に動かしてなんぼのもんだと思うんでね、ぜひこのね、モーションの作り方を覚えてください。では早速ですね、ハートトゥーハートを開いた状態から始めたいと思います。まずコムはですね、デュアル USB アダプターの番号を設定してもらいます。うちの場合はコム3ですね。そしてその前にですね、プロジェクトファイルはですね、近藤さんからですね、ダウンロードしたハロー KHR3 のプロジェクトを使います。バージョンは 2.3 です。はい、プロジェクトを変更しました。そしてですね、コム3は、コムの設定はして、今度ですね、メインメニューとツールバーっていうのが並んでるんですけど、ツールバーの中にですね、なんか青い丸い矢印をしたアイコン、シンクっていうんですけども、これは何かっていうとですね、ロボットとこのハートトゥーハートをですね、同期させるための設定のボタンになります。これを1回クリックするとですね、このシンクっていうところが青い四角に囲まれましたね。これでね、KHR とハートトゥーハートが同期した設定になります。次にですね、プログラムを作っていくわけですが、ちょっとね、画面のね、設定したいと思います。ウィンドウのね、ツールバーのところにですね、まず先ほども説明があったんですけども、モーション一覧ウィンドウをまず開きます。これは、ハロー KHR のモーションの中身ですね。KHR のね、この頭の中が今このモーションが入っていると考えてください。それからもう一つ開くのがですね、プログラミングをするので、ですね、同じくウィンドウのツールバーの中からツールボックスっていうですね、アイコンがあるんですけど、これを押しますと今度右側にですね、ツールボックスっていうのが出てきます。このツールボックスに入ってるたくさんアイコンがあるんですけども、これはですね、KHR をプログラミングするためのですね、各命令がですね、並んでるんですね。今回、モーション作るときによく使うのが、上から3番目にあるポジション設定、通称ポスって呼んでるんですけども、これをよく使います。では、早速プログラミングします。まずね、プログラミングするには真ん中が今真っさらですね。ここにですね、モーション編集画面っていうのを開くんですね。モーション編集画面っていうのは、ツールバーの、モーションのツールバーの中にですね、モーションって書いてあるところの位置に、2番目にですね、新規モーションっていうですね、太陽のマークが、に紙が貼り付いているようなアイコンがあるんですけど、これをですね、1回押してもらいます。これ、真ん中に出たのが、
モーション編集画面です。さらにね、モーション編集画面の上にはですね、新たなツールバーが出てきまして、これ、いろいろモーション作るのに使う命令が入っております。では早速ですね、モーション作っていきたいと思います。最初作るモーションはですね、とりあえず手を動かすモーション作りましょうか。じゃあ手を振るね、バイバイっていうね、モーション作りたいと思います。モーション編集画面のね、上にモーション編集1とかって書かれてると思うんですけど、これはですね、モーションの名前ですね。バイバイのモーション作るんで、ここ名前変えたいと思います。マウスポインターをですね、モーションの名前のところに持ってきまして、まず右クリックするんですね。右クリック、そうするとですね、名前の変更っていうのが出てきます。これを左クリックでモーション編集1っていう名前が出てきましたね。これをですね、バイバイっていう名前に変えます。バイバイ、よいしょっと、変換したらエンターを押して OK 押してください。バイバイっていう名前になりました。じゃあ早速ですね、ここのね、編集画面にね、モーションロボットのモーションのね、プログラムを書き込んでいきます。さっき説明したね、ツールボックスの中から1,2,3,3 番目のポジション設定、通称以後ポスって読みますが、ポスをですね、ドラッグ&ドロップしてこの編集画面に持ってきます。ドラッグ&ドロップはポスを左ボタンを押しながらドラッグ&ドロップ持ってきます。そうですね、一番最初の、ね、ポスはね、左上に置いときましょう。はい、これがですね、で最初なポスのね、アイコンになります。これをですね、今度はダブルクリックするとですね、スライダーが、各関節のね、スライダーが出てきましたね。今ここに000ってね、並んでるんですけども、これはですね、この KHR のホームポジションの数値は基準のね、角度はね、みんな000ってなってます。これをね、動かしてこう、もうポーズを作っていくんですけども、今ここにスライダーがあるんですけども、今同期してるから、ここのスライダーをですね、動かすと、あれ動かないぞ、ちょっと待っててくださいね。動機をしてるよね。どうしちゃったかな。ああ、そっかそっか、すいません。ですね、うちの KHR はですね、通信速度がですね、一番最低のスピードになってました。ここはですね、実際に登録したね、通信速度に合わせてください。あ、びっくりしました。よかったです、これでちゃんと動くはずです。一応書き込んでおきましょうね。おっと、しまった、再起動。おっと、いけね、ちょっとね、トリムをね、ちょっと間違ってね、入れてしまいました。すいません、ちょっとね、即興でね、直しますね。よいしょ。あ、ちなみにですね、トリムを微調整するときはですね、
このですね、スライダーのですね、白い溝のところを一回押すとですね、10ずつ数字が変更されていくんですね。微調整の時はですね、この白いスライダーをですね、押していただくとですね、微調整が楽にいけるかと思います。よいしょ。よし、とりあえずね、とりあえず、ビッグ制しました。ちょっとトラブルがあってすいませんでした。では早速ね、ちょっとモーションの作成のところからね、続きをやりたいと思います。これをですね、そうですね、このスライダーを動かすと、HR がですね、自由に関節が動かすんですけど、このスライダーはですね、あんまりですね、初心者に使わせることはね、ちょっと初心者、初めて使う人にはですね、このスライダーはですね、ちょっと危なくてね、推奨してません。ですね、なぜかっていうとですね、この KHR はですね、このハートトゥーハートをですね、このスライダーを目いっぱい動かそうとするとですね、初めて使う人はこの目いっぱい動かすと、このサーブがガツンって当たっちゃって、サーブを壊すことがあるんですね。じゃあ、慣れてない人はどうやってポーズ作るかっていうとですね、このハートトゥーハートにはですね、便利な機能として、表示機能、ティーチング機能っていうのがあるんですね。この今からですね、このティーチング機能のね、使い方をね、説明します。まず最初に、動かしたい関節。じゃあ、まず右腕を動かしますね。右腕はですね、まず右肩ピッチ、右肩ロール、右肘。これをですね、名前のところをクリックするとですね、ここが、スライダーのところがですね、青くなるんですね。青くなったところで、このポジション設定画面のツールバーのところにですね、ティーチってボタンがあるんですけど、これがですね、表示ボタンになります。この表示ボタンを押すとですね、選んだ関節が手で動かせるようになります。で、バイバイのモーションなんで、ちょっと最初のポーズは手を上げます。そして再びチーチを押すとですね、はい、サーボがかかりました。でね、青いところを解除するときはですね、スライダーのないところをクリックするとですね、元の色に戻りますからね。そして数字が変わったのを分かるでしょうか。これがですね、この腕のですね、動かしたポジションですね。ティーチを押すと、この数字が読み込まれます。ポーズが決まったら、下のですね、OK を押してください。時々ね、初めてやっちゃう人はですね、×をしちゃうとですね、登録されないから気をつけてください。ポーズを決めたら OK です。すると閉じます。そしてね、また次のポーズをね、持ってきます。またダブルクリックすると、1個目のね、ポスとね、同じポジションのね、画面が出てきました。手を振るんでね、また、この右腕の3箇所を選びます。ちょっと手を振るような感じにね、動かしたいと思います。また、ティーチを押すとね、サーボがかかって、そして、OK を押します。そんでね、今、ポーズがね、2個できました。手をね、3回ぐらい振りたいと思います。このね、2つ作ったね、ポーズをね、3個、もう2つね、ずつね、作りたいと思います。同じポーズをね、あと2つ並べたかったら、これをね、このね、作ったポーズをです、2つのポーズをね、コピーさせたいと思います。やり方はですね、まず、マウスポインターが何もないところから、左ボタンを押しながら、こういうふうにですね、
構図をですね、囲っちゃうんですね。そうするとですね、選択された色にね、変わります。下がね、下にね、赤い帯がついた状態が選択された状態です。そこの状態で、マウスポインターをですね、ポーズのアイコンの上に持ってきて、今度はですね、右クリックを1回押すとですね、コピーっていうのがあるんですね。そしてコピーを押します。そして、何にもないところに、また右クリックを押して、今度貼り付けっていうのがあります。同じのが出てきました。ですね、同じのが出てきたんですけども、よく見てもらうとですね、こっちはですね、旗がついてるんですけど、こっちは旗がついてないですね。この旗は何かっていうとですね、一番最初に再生されるポーズに旗をつけるんですが、こっちに旗つきたいって時はですね、ここにフラッ開始停止フラッグ設定っていうのがありますから、これを押していただいて別の旗に付け替えることができるんですね。そうすると、このポーズ1ってところ、2個目のポーズからですね、再生されるんですね。とりあえず一番最初のに旗つけておきます。もう一個ね、もう一組ね、もう一組貼り付けたいときはですね、今、フラッグの設定にしてるんですけども、また選択モードにしていただきまして、また画面の空いているところで右クリックして貼り付けすると、もう3組目の同じポーズが出ます。まだこれでは完成ではないです。今度はですね、順番に再生させるために、線で順番通りにね、線をつないでいかなきゃなんないですね。線をつなげる、順番通りに線をつなげるのは、編集画面のですね、接続モードっていうのがあります。これをですね、選んでください。接続モードは箱が、アイコンが3つ並んでる、で、線がつないでるアイコンですね。これを選んで、接続モードに青い四角が囲ってたら接続モードですね。これを順番通りにね、線をつないでいきます。まず1個目から2個目、2個目から3個目、3個目から4個目、4個目から5個目、5個目から6個目です。これでね、簡単なね、モーションができました。ですね、じゃあ実際にね、再生させたいんですけどもね、このボタンを押してでもね、編集画面の上にあるモーション再生ボタンを押してでも、こういうふうに再生されるんですけども、まだね、この KHR にはですね、このモーションが書き込まれてません。実際に書き込みましょう。KHR にね、モーションを書き込みたいときはですね、モーション編集画面のツールバーの、左から2番目にですね、モーションの書き込みっていうボタンがあります。これを押しますと、ビルドっていうか画面が出てくるんですが、見ていただくとですね、右側のモーションテーブルと同じリストが出てくるんですね。で、書き込めるところはですね、モーションが書き込まれてないところを選んでですね、書き込みたいと思います。とりあえずですね、M007 が空いてますね。ここを選んで、青くなったら OK を押すとですね、右のモーションテーブルの中に、バイバイがね、書き込まれたの分かるでしょうか。はい。これでね、実際にね、この KHR に、この新しく作ったモーションが書き込まれました。ちょっとね、今気づいたんですけど、このハートトゥーハート、古いバージョンでしたね。本来ならね、横にね、再生ボタンがあるんですけど、ちょっとこれは、この子は、この、
ハートトゥーハートはちょっと古いバージョンでしたね。これを選んでいただく、まず書き込まれたバイバイを選んでいただきまして、上の再生ボタンを押すと、こんな再生されます。はい。じゃあね、あとはね、あとはですね、もうちょっとね、早く動かしたいと思います。もう一回ね、ポジション設定画面を開くとですね、下にフレーム数っていうのがあるんですけども、このフレーム数とは何ぞやっていうとですね、この数字をですね、小さくすると、動きがですね、速くなります。ちなみにですね、このフレーム数、1フレームはどれぐらいのスピードかっていうとですね、デフォルト、この、ハロー KTR のデフォルトの設定では、1フレーム 0.015秒です。わかりやすく言うとですね、フレーム数100で 1.5 秒。フレーム数66で1秒、フレーム数33で 0.5 秒になります。とりあえず、ここフレーム数33にします。おっと、全角になってた。33。OK。そして全部33にします。33。そして最後に、ホームポジションに戻るようにしましょう。新たにですね、7個目のポーズを持ってきます。ここはですね、ホームポジションに戻すには、ポジション設定画面の、ね、上にね、直角定規の形をしたボタンがあるんですけども、トリムポジションへ移動っていうのがあります。これを押すとですね、最初のね、ポーズに戻ります。ここもですね、33にしときますね、スピード。そして、ここも接続モードにして、つないでやりまして、つないでやったら、選択モードに戻して、書き込みます。はい。書き込まれました。じゃあ、もう一回再生するとですね、今度は早く動きます。はい、こんな感じでですね、もう初めてのモーションができました。じゃあ今度はですね、もうちょっとね、難しいね、モーション作りたいと思います。ですね、せっかくですね、二足歩行ロボットですからね、足を使った動きを作りたいと思います。今度はですね、二足歩行ロボットでは基本的な、ね、テクニックをね、教えますからね、また新たにですね、新規モーションを開いてください。名前はですね、今度やるモーションは片足立ちです。片足立ち。OK。自分ロボット遊園地でですね、初めてロボット遊園地でロボット教室やってるんですけど、初めての受講者にはですね、必ずですね、片足立ちっていうのをやらせます。もちろん、自分でですね、片足立ちやってみてくださいって言って、まあ、与えて、ノーヒントでやらせるんですけど、面白いぐらいにですね、初めてやる人はですね、いきなりですね、片足を持ち上げちゃうんですね。そして必ずっていうほど上げた方の足に倒れちゃいます。ですね、なぜ倒れちゃうかっていうとですね、この二足歩行ロボットのモーションを作る上で、ね、基本的なことをやってないんですね。その基本っていうのがですね、重心移動っていうのをやるんですね。重心移動です。この重心移動をね、
やることによってロボットのね、どんなに動いてもロボットのね、バランスをね、保ってですね、倒れない動きを作ってくれます。それをね、覚えてもらいます。まず最初にですね、じゃあ早速作っていきます。まず最初に一番最初のポーズをね、配置します。この最初のポーズはですね、いきなり重心移動から始めます。足のですね、ももロー、右ももロール、左ももロール、あとですね、右足首ロール、左足首ロールを選択します。そしてティーチングでですね、脱力するんですけども、片足を脱するときに気をつけたいのは、軸足、重心がボディのだいたい中心にあるんですけど、この重心をですね、軸足になる足のね、上の方にね、移動させます。ロボットのね、ソールを押さえながら横に移動して、とりあえず左足の上にね、重心を移動させました。そしてティーチをして、もうちょっとのかかりすぎかなティーチをして、ロールをね、ロックさせます。今度はちょっとですね、足に手が当たりそうなんで、肩も腕もね、ちょっと広げてあげます。右肩ロール、左肩ロールを選んで、ちょっと手を広げますね。はい。じゃあ次にですね、2個目のポーズ。ここで、重心移動したらですね、初めて足を上げます。今、重心は左足に乗っかっているので、右足を上げたいと思います。右ももピッチ、右膝、右足首ピッチを選んで、右足をまっすぐ上げます。はい。じゃあ、せっかくなんでね、3個目はですね、片足上げたんで、かっこいいポーズつけましょうか。グリコポーズ。よいしょ。4個目のポーズはですね、3個目と同じポーズをですね、保持する意味合いで同じポーズをですね、配置させます。そのまま閉じます。そして5個目は、上げてる足を下ろして、おっと逆でした、すみません、右足上げてましたね。上げてる足を下ろして、6個目で、6個目でホームポジションに戻ります。はい、じゃあこれをつないでいきますね。これでね、片足立ちができました。じゃあロボットに書き込みます。じゃあですね、とりあえず同じバイバイのところに上書きしちゃいましょうか。じゃあ再生させますね。片足立ちからの、おっと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 すいませんちょっとこけました。重心移動が足んなかったかな。
これでうまくいくかな。よし。今度はうまくいくと思います。うまくいくかな。片足立ちからのおっと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 。グリコポーズ。で、こういう感じでですね。バランスを重心移動しながらバランスモーションを作っていくのがダンスモーションもそう、ダンスモーションもそうなんですけども、歩行するときもね必ず重心移動しますので重心移動は大事です。今はですね横方向にですね重心移動したんですけども、例えばパンチをしてね自分の手の重みでバーに倒れることがあるんですね。でそういう時は前後、今度は前後にですね重心移動することで、重心移動することでねバランスをとって倒れないモーションを作ることができます。ちょっと今ちょっと倒れそうになったからもうちょっと そうです、ここですね。ここがうまくなかったんですね。よいしょ。今度はうまくいくかな。片足立ちからの、今度はうまくいきました。グリコポーズ。今度はうまくいきました。こんな感じで調整していきます。あとですね、ロボット遊園地ではですね、こういうですね、モーションのですね、教室やってます。もしよか、もしね、もっとね、モーションをね、極めたいって方はですね、ロボット遊園地のですね、ロボット教室のね、受講をお願いしたいと思います。自分からは以上です。はい。はい、はい。はい、どうも。ドクター、はい、ありがとうございました。はい。はい。ミスミの時間戦略、それは例えば確実短納期、55年間製造業のお客様のニーズに応え続けることがミスミの成長でした。工場で使う精密機械部品から工具消耗品までワンストップでものづくりの明日を支えるミスミ。皆さんこんにちは、ロボット園長岡本です。ステイホーム楽しんでます？ね、思う存分楽しんでください。じゃあ今からですね、もう本当5分ないんですけれど、私20年、ロボット作ってきました。レフリーもやったし、観客もやったし、選手もやったし、審判もやったし、実況もやってますし、いろんなことやってますんで、今ね、ロボットの楽しさ一生楽しめるロボットの世界ですから、今回は初心者の方が多いということで、もう本当3分でまとめる外装とそして改造、この辺をご紹介したいと思います。でどんどんね、ものを言いたいこといっぱいあったんですけども、3分でまとめなきゃいけないんで、まずロンより証拠で見てもらいましょう。私たちロボットいっぱい作ってきました。これベースをね、だいたい3つから大きいものも含めると5、6個用意して、それを改造して、これ映ってる？大丈夫？それモニター私の方に向けてもらっていいですか？画面が変わらないんです。はい、モニター、モニター、うん、モニターってそれ。あ、はいはい。ね、ちょっと待ってください。はい。で、こんな感じで操縦します。これね。
大体ベースがあって、それを改造してテレビで使ってるロボとかにしています。で、何よりね、ロボットに大事なのはこれから改造は、まあ、ソフト面、ハード面と両方あるんですけど、ソフト面に関してはね、ドクター・ギーから今話があったと思います。そうやって改造していくので、私は見た目、外装の改造と、あとハード的な改造について話したいと思います。全然変わってないよ。ですね。見えてるのかな、これ。大丈夫ですか。例えばこの、これね、地元のアイコロちゃんというキャラクターです。これを、中見てもらった方がいいですよね。元はですね、これ電池出てきましたけど、マノイの AT というのをベースに、手足の重さを変えてやってます。カメラどこかわかんないですけど、はい、もうちょっとカメラ側に向けた方がいいですよ、ロボット。あ、OK、OK、OK、いい感じです。あのね、ドクター D、どっか行っちゃったんだよ。あ、本当ですか、うん、もうちょっとね、岡本さんより、もうちょっと。全然見えないのよ。じゃあね、左かな、もっと左。あ、逆、右です。こっち。もっと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 。あ、いい感じ、いい感じ、いい感じです。ありがとうございます。見えます？はい、見えます。バッチリです。見えます？大丈夫ですか？はい、見えます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、これを、こうやってね、元にあるベースのロボットを、手足だとかを伸ばしたり、縮めたりして改造してます。あの、丸っきり一から作るってなるとね、結構大変ですんで。で、こうやって動かしていくということです。これね、コントローラーの電池が入ってないね。動かないじゃん。で、はい、はい、じゃあ、いいですか。これはもう、とにかくもう時間がないんで、まとめていきます。で、あ、いい、どうぞ、どうぞ。でね、あのロボットの改造はバトルだけじゃないんで、いろんな形で改造しています。これなんかは一番簡単な方法、ハード的な改造なしです。着ぐるみを着せてます。これで踊ったりするということですね。この着ぐるみだけでもね、ものすごく変わります。これ踊ったりしてるんですけど、この後もね、実はこの中継が終わった後、パプリカを28台で踊らせて、このホームステイじゃねえや、ホームステイじゃないや、ステイホーム習慣を楽しくやらせてもらおう。動画を見ながら YouTube で公開してちゃんと許可も取りましたんで、これで見えるのかな。あ、見えますよ。大丈夫です。見えます。大丈夫ですか。はい。ステイホーム習慣、家で YouTube をご覧いただきながら、ロボット28体と一緒にパプリカを踊ってくださいとか、ラジオ体操をやってくださいとか、ああいう形になります。でね、もういろいろ言いたいことはあったんですけども、とにかくまとめに入りますが、この後ね、ロボット園長の YouTube チャンネルとか出しますんで、ステイホームに合わせてね、そっちの方で細かくは見てもらいたいんですが、大事なのは、見た目不細工なロボっていうのはあんまりよろしくない、なぜかというとですね、見た目不細工だっていうことは人目を気にしてない、完成度が低いということになります。なのでルール上問題があったらまずいですけど、それ以外のものはどんどん見た目を気にしてね、やった方がロボットの完成度は上がるということで、お願いします。発想次第でね、ロボット何でもできますから、ぜひ楽しんでってください。あのロボット遊園地はですね、皆さんのロボットライフ一生楽しめる、あ、やっと映ったよ、うん、一生楽しめるロボットライフ応援していきたいと思います。オンラインショップではね、4033サーボ、ちょっと訳ありなんですけど、ちょっと企画でね、まあ、この騒動で NG になっちゃったやつ特価で出してます、バルクですけどね、うん、それから一家に一体の商売楽しめるロボットを目指して、クラウドファンディングなんかも今ね、今ここ私がいるここで改造してですね、すっかり壁とか取っちゃって、ロボットのリング、ロボワンリング、マイクロマウスのコースとかも置いて、常設でいつ来ても楽しめる
ロボットの環境を整えたいと思ってますんで、皆さんのロボットライフぜひ応援したいと思ってますんで、よろしくお願いします。それではもうほとんど喋れなかったんですけど、この後 YouTube とかでね、どんどん私のやるべきパートも含めて、あとドクター G のもっと突っ込んだ、バトルもモーションの作り方とかもロボット遊園地の YouTube で公開していく予定ですんで、そちらの方をお楽しみに。すいません、もう時間ですね、ごめんなさい。西村さん、はい、はい、とりあえず、じゃあ、ほとんどやってないので、時間なかったんで、まだ時間ありますよ。はい、ここからはあれですね、皆さんの質疑応答みたいな形に。質疑を受けます。なんか、はい、ロボット遊園地さんにいろいろと問い、確認したいとかね、質問がありましたら、入れてください、Q&A チャットに。じゃあまずは、その前に、残りのやつがありますから、これ近藤さんだね。回答お願いします。チリからチャットが入ってますね。その間にロボット遊園地さんへの質問を入れてください。はい、どうぞ。皆さん、クラウドファンディングで今ね、ロボットコースの昨日から公開してますから、皆さんぜひ応援してやってください。はい、じゃあ Q&A の中から、安価な出荷だと逆説し事故の起こる可能性が高いので注意してくださいというアドバイスですね。ありがとうございます。バッテリーはプラマイ、間違いないように絶対に、してください。はい、じゃあこちらは完了。先ほど回し蹴りの判定について、実際に技を見ないと判定で判断できないというような結論になりましたが、レフリーや審査員の補足がなくとも、ルールブックの内容だけで判断できるようにはできないでしょうか。グレーゾーンを突く行為はやめろと言いつつ、その規則に曖昧な内容があるというのは、参加者が混乱するかと思います。ご指摘ありがとうございます。そうですね、基本的には完璧なルールブック作ってるつもりですけれども、やはり、皆さんの、努力のおかげで、いろんなモーションですね、攻撃作っていただいてますので、やっぱりちょっとカバーしきれない部分が、出てくると思います。グレーゾーン、確かにちょっとこうね、奇抜なアイデアもあるかもしれないんですけども、今回の回し蹴りに関しましてはですね、なるべく、次の競技規則にですね、反映させて、皆さん混乱ないように、努力していきたいと思います。また何か分かんないことありましたらですね、メール、二足歩行ロボット協会のメールとか、そういったところでも受け付けてますので、ぜひお問い合わせください。以上です。はい、いいですね。はい、次回修正かけましょう。はい、はい、他にご質問ありますか。あれ、アイちゃんの布って何使ってるんですか。あれ、これフェルトです。フェルト、熱こもったりしないんですか。はい、熱とかは大丈夫そうですか。大丈夫ですよ。耐火テストもしてます。火つけてます。火つけてるの。火つけてます。すごいですね。そうしないとね、人様の前でやれませんから。はい、そうですよね。はい、断線させて、わざとショートさせて、模したりもしてます。普通の、あれですか、手芸屋さんのフェルト。そうです、そうです。そうなんですか。はい、よく動いてるよね。かわいいし。これだけつけると、ステージ終わってから、持って写真撮りたいっていうお子さんがもう10倍。見た目大事。そうですね。僕よく参考になります。本当はね、今まで持ってきたね、目覚ましテレビの目覚ましくんとか、ガキ使のロボットとか、皆さん気になってるからバラして中見せたかったんですけど、ちょっと時間がなくなっちゃってごめんなさい。はい、はい、いいですよ。じゃあ、ないようですね。ないようですね。それでは、ですね、本日は初めてのこのウェブによるロボアンカンファレンスということでね、なんとか、
これ見えますかね、終わったような感じがします。でまあ今回あのいい経験ができたので、これでまあ第2回第3回とあの継続していけるかなというふうに思います。今今日は90名ぐらいの方が常時、に、ご参加いただきましたので、誠にありがとうございます。それで、第2弾は5月30日予定です。内容は一つは、まあ、少し、オートやロボ犬の参加ということで、まあ、自立系に、特化したものにしたいと思います。でサーボの Python によるプログラム、これはもう Python を使うと割と楽に書けるし、最近はまあ画像処理含めて Python 化がディープラーニング含めて進んでおりますので、まあ、そのあたりで、私の方からラズパイ4 Ubuntu OpenCV ディープラーニング、まあ、その辺のキーワードでちょっとロボ犬あるいはロボアウトで使えるあたりの技術を紹介したいと思います。それから同様にですね、マトラボを使うと、まあ、割と、まあ、簡単とは言わないんですけど、マトラボ難しいですからね、できるということで、これも面白いと思います。それから、森永さんにお願いして、無理やりお願いしまして、森永さんも、オートで優勝してるし、ロボ犬でも優勝してますので、第2回と第3回出場いただくことになるんですけれども、ロボンオートの優勝ロボットの作り方を最後にですね、ご説明いただくということになっております。それから、6月27日、まあ、月1回ぐらいのペースで3回やりますけれども、こちらの方はロボワンライトの優勝ロボット、それからロボワン剣道の優勝ロボットを再度森永さんに、それから、床運動で国内トップということでリュートリーのロッソですね、それからロボワンでの優勝ロボットリボット、もうこういう面白い、講演が並んでおりますので、ぜひご参加ください。以上で、説明じゃない、講習会っていうか、ロボワンカンファレンスを終了したいと思います。パネラーの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。何これ出番ないです。じゃあ以上で終わります。皆さん手を振ってください。さようなら。またロボワンで、クラウドファンディングよろしく。はい、そうですね。皆さんオンライン飲み会をやってください。外に出ないように。はい、さようなら。さようなら。ミスミの時間戦略。例えばネビそれは機械部品調達の時間短縮、 3D データから直接部品を手配する、大量の図面を作成する手間を最小限に、部品調達の時間を 90% も削減、ものづくりの明日を支える三菱。